はい、トモエタです。今回はこちらの、デフマウントブッシュとリアデフのマウントメンバー、あとリアメンバースペーサーっていうやつを、リアデフとリア周りをちょっと一気にやっちゃいたいと思います。はいはい。でちょっとこの隙間から見えるあのナットが2つあると思う。あれとあれ、あそこをまずちょっと緩めていきます。見えるかな。今ナットを取り終わったんでちょっと片方入れたんですよ、あそこに。あそこに、ああいう感じで。ちょっとね、カメラの位置がね、いい位置がないね。ナットを取ってもうこれを入れるだけ。よいしょ。で、あとは納豆ね。よいしょ。次はリアデフマウント、ここのボルトとここのボルト、ここだけ全部17ミリですねっていう感じで外していきます。はい、取れましたね。純正はここがゴムっていうことで、まあよれる遊びがあるっていうこと。こっちはウレタンなんで硬いですよっていう、遊びがありませんよっていうことです。じゃあこれをつけていきましょう。はい、ほんじゃボルトを、よし、まあ純正交換タイプだから余裕でね、交換できるね。よし。
4箇所今止め終わりましたんで、これでリアデフも取り付け OK ということで、次リアメンバースペーサーなんですけど、メンバーここと、前側はどこだ、ここか、ここだね、フロントのラテラルか、これ、あ、違うね、リアトレーニングロッドの付け根か、のところメンバー、ここに挟んでいきます。4箇所ですね。はい。はい、見えるかな？ここが今、リアメンバースペーサーの前側っていう方ですね。ここ。で、こいつもちょっと緩めてあげて、で、こいつはもう取っちゃいます。一応メンバー4箇所全部緩めるんですけど、全部緩めると多分落っこちきちゃうんで、緩めるのは4箇所だけど、取るのはつけるところ1箇所ずつ取ってください。絶対危ないんで。で、今取れて、よいしょ、で、このスペーサーをね、下側、上側ってあるんで、からの方が見えやすいかな。ここに純正のスチールワッシャーが入ってるから、これは取ってあげる。で、上と下、これ前は 10.5mm と 4mm だったかな、指定がちゃんとありますんで間違えないように。これ上、よし、下は、ここに、よいしょ、よいしょ。そしたらこの長いメンバーボルトを、ある程度止めたら、ちょっとリア側を外すのに緩めないとダメなんで、ちょっとここで一旦終わりです。はい、じゃあ今回つけたとこは、まあこちら、まあメンバーをね、今全部4箇所締め終わりました。はい、前側はまあここだね、あそこ、これはでもアームじゃないから、メンバーは一字締めとかいらないんだよな。だよな。はい。っていう感じで、まあ3種類今回一気に変えちゃいましたけど、まあ、これもちょっとね、試乗してみようかな。はい。はい。で、リアデフのマウント。リアデフ許可メンバーと、あとリアデフブッシュか、あとリアメンバースペーサーをちょっと入れたんで、まあ剛性がどんなもんかとか、まあ交差点で、まあデフそんなにフィーリング変わんないと思うんですけど、まあちょっと乗ってみて、はい、確かめてみたいと思います。僕結構ミンカラとか、ツイッターとかでこれつけて変わりましたみたいな、すごい言う人いるんですけど、なんかやっぱ自分でこう体験しないと信じられなくて、嘘でしょみたいなっていう、結構性格なんで、ちょっと自分で確かめてみたいと思います。はい、よいしょ、you
デフマウントとリアメンバスペーサーの効果はどうかな。なんかアクセルの付きがちょっといいような気もしなくもないような。かなやっぱそこまでそんなにわかんないかな。プラシーボ効果ってあるんで、そういう風には思っちゃってはいるんですけど、実際どうなんだろうっていう感じですね。アクセルのなんか突きとかはいい気がする。感じです。はい、っていう感じで、じゃあこんな感じで以上になりますね。はい、じゃあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。